こんにちは。私班からまた話し会のに転校するまで配信してます。はい、チャコ吉さんありがとうございます。竹まつるさんありがとうございます。はい、ということで今、オンラインお話し会をしてます。追加の部です。イエーイ、お疲れ様です。イエーイ。はい、ということで、さとしさんありがとうございます。ありがとうございます。話し会の合間です。あ、ゆうきさんありがとうございます。ありがとう。お話し会の合間なんですが、あと2部あるかな。よろしくお願いします。お話し会の続きみたいで嬉しい。そう、先ほどお話し会に来てくださった方はありがとうございました。ありがとうございます。そしてこれから来てくださる方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この後もう待ってる方もいるかな。結構ね、さっきの部はみんな30分とか待ってくれてたみたいで、みんななるべく早く入ってくれてもいいかも。あ、笠置さんありがとうございます。私2時半からだったんだけど、そのこの日、今日の開始が3時からっ
用事があるから、その3時までにお話し会終わらせないといけなくって、2時過ぎとかに、2時半よりも前に認証入ったのに3時前ギリギリだったみたいな感じのって言ってる方もいたので。そう、あ、ベガスマンさんありがとうございます。もしこの後お話し会に来てくださってる方はで端末2個持ってるって方は、1個で配信見て1個でもう入ってていいかも。もうって感じかな。そんな感じです。換気のために窓が開いてます。京太郎さんありがとうございます。そして半からお話し会なので皆さん29分頃に終わります。これちなみに、ちなみに今朝の鉄音聞きました。ありがとう、ありがとうございます。とっても嬉しい。ね、みんなに質問、質問ヘイヘイみんな、私も調べたら分かると思うんだけどさ、2020年の私の生誕祭をマイカーでやってるんですが、この年のお手紙は誰からでしょう、でしょう誰からの2020年だから3年前かな。2020年10月のマイカーのでの生誕祭で私にお手紙を書いてくれたのは誰でしょう、誰でしょう、誰でしょう。ちょっと自分でもしよう。2020年、あかりん、マイカー、ココア、調べたらココア、私のツイッター発見。あ、エモ。ねえ聞いて、あのね2020年のねツイッター、ちょっとエモいから聞いて。マイカーのサプライズ、ココアの素敵なお手紙、毎年想像を超えてくるお花たち、本当に最高の一日でした。いつか卒業コンサートができるようになるその日までよろしくお願いしますって書いてる。エモ
はい、ミエスクさん、キズナさん、イルロッソさん、ありがとうございます。ということで、そろそろ終わります。え、夏、目から汗が、ということで終わります。ありがとうございます。写真集たくさんチェックしてくださりありがとうございました。あ、この後お話し会の皆さんもよろしくお願いします。あ、ニックスさん、ありがとうございます。それではまた後ほど、団長言います。13位サッカーボーイさん、ありがとうございます。12位クルーラーさん、ありがとうございます。11位コーポンさん、ありがとうございます。10位ムーチュさん、ありがとうございます。9位甲子園くんさん、ありがとうございます。8位クロコさん、ありがとうございます。7位菩薩はハンカゾーさん、ありがとうございます。6位ミカニャンさん、ありがとうございます。5位キコさん、ありがとうございます。4位48グループズファンカムさん、ありがとうございます。3位ヒデ様さん、ありがとうございます。2位カソウキさん、ありがとうございます。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。この後16時30分からの、お話し会もよろしくお願いします。ありがたいことに今日も全部販売してるので、はい、少しお待たせしてしまうかもしれませんが、楽しみに待ってるので、私はぜひぜひ皆さんもよろしくお願いします。ありがとうございました。それではこの後、ね、お話し会の方もその次の部もあるのでね、そっちで来てくださる方もぜひお待ちしてます。それではあと20秒ぐらいで始まるので、ありがとうございました。バイバイ、また後ほど。あ、そしてポスターでした、素敵。バイバイ。